賃貸のまさきです。今回は奈良県桜井市にあります朝倉台西の方の一戸建ての賃貸住宅のご紹介をさせていただきます。まずこちらの方がシステムキッチンの方になっております。食器洗い機がついてます。で、収納がずっとついてまして、三口のビルトインのガスコンロがついてます。で、上は換気扇と収納棚ですね、ついてます。で、この下の方に床下収納もついてます。この辺ぐらいに冷蔵庫ですね、置いていただけますよ。で、その反対側には収納がございます。いろいろと便利にご活用いただけると思います。その横にはリビングダイニングとなっております。こちらの方がもう一つ床下収納ですね。こういった形になっております。で、リビングダイニングの方から隣が和室になっております。で、再びリビングダイニングからこちらの掃き出しで専用にはございます。家庭菜園とかできそうですね。はい、こちらのリビングダイニングを出ていただきますと、こちらが洗面所になっております。室内洗濯置き場とシャンプードレッサーです。その横に浴室になっております。お風呂に窓ついてます。追い炊きも可能です。で、こちらの洗面所を出ていただきますと、隣がお手洗いです。で、こちらの方が玄関です。広々してますね。で、続いてこちらの方から階段になってまして、2階の方に上がっていきます。で、こちらがまず洋室です。奥様部屋としてね、ご活用もいただけると思います。で、こちらが収納になっております。で、こちらの洋室を出ていただきますと、ずっと廊下の方行きますと、正面にまた収納がございます。で、その横には和室がございます。で、こちらの和室6畳から隣にもう一つ洋室がございます。広々としてますね。こちらにも収納がございます。はい、まだまだご紹介させていただきたいところはたくさんあるんですが、詳しくは賃貸のまさきホームページを見ていただければと思います。ありがとうございました。失礼いたします。